からスイスのグリンデルワルドターミナル駅で買ってきた、お土産で買ってきたこのユングフラオ鉄道のレゴみたいな組み立てのおもちゃを組み立てます。中身はこれです。説明書はこれです。大きい板は入ってないので、全部ちっちゃいバラバラの部品から組み立てるそうです。3まで作りましたが、どうここがこの角が違うんじゃないかなという気がしますね。これ黄色いのは見えてませんからね。おかしいな。どうもずれてると思ったら、この黄色とこの黄色と赤の間にこのちっちゃい赤がもう一個必要ですね。ここに赤を一個増やします。これで上から見ると合ってる形ですが、こっちから見るとね、隙間が空いててて、ね、おかしいんですよね。これ4までできました。これです。ないと思ったちょっと変わった形の部品は小袋に入ってました。6番までできました。さっき6番までできましたと言いましたが、さっきのは5番まででした。今6番までできました。はい、7までできました。前はこう、後ろ、ここはね、多分隙間黄色いのが入るんだと思います。これ取ってあります。8番までできました。窓のね、下の方ができてきました。9までできました。10番までできました。11番までできました。12番までできました。もうだいぶ形になりましたね、はい、このドアのところがこれまで弱かったんですよね。こういう感じで、分かるかな、こういう感じだったのがようやくこの赤い屋根で蓋されることによって橋がかかって強くなります。13番までできました。はい、こんな感じです。14までできました。はい、あと少しです。14、窓枠の上のこれ忘れてました。これつけました。15番までいきましたよ。16までできました。パンタグラフの台がね、できました。17番、パンタグラフをつけました。はい、
本当はね1車両に3つもついてませんが、これは1両編成なので代わりについてます。はい、18番サブアッセンブリーを3つ作りました。これは連結器のところ、これは車輪ですね。車輪がなぜか丸くなって、まあ、このような形で車輪を模しています。隙間が空いてて変だなと思っていた部分はこのように最後で埋めるということが分かりました。19番裏の部品を、底面の部品を付けました。これで完成のはずなのですが、部品が赤いのが一つ、黒が一つ、透明なのが3つ余ってます。透明な部品2個はこの前面のライト統合式部品を付け忘れたようです。どうしようかな。説明書では3番ですね。この白は透明は分かりにくかったです。この透明パーツを付け忘れたところについては、ちょうどこじったらうまく外れたので、これで刺すことにします。はい、バッチリ取り付けられました。 OK です。よく余ったのはこの4点です。はい、完成しました。完成しました。これを作った感想としては、パーツはすべてきっちりと噛み合わすことができたので気持ちよく作ることができました。そして最近のレゴのようになんか特殊な形のパーツがなくて、すべて基本的な、形の、ほぼ基本的な形のブロックだけから構成されているのは好感が持てました。以上です。ソーラー式腕時計の充電台の上に乗せて光らせてみました。